ほらこの光がすごい可愛い。こっち取れちゃった一個。めっちゃ可愛くて。どこのって聞いた。ほら可愛くない？光が目に入る。ツイッターに今日の写真、猫の写真をアップしたので皆さん見てみてください。見てくれましたか？買いたいです。ブランドの名前あ忘れちゃったけど、買った場所は聞いたので買いに行きたいと思います。今日はありがとうございました。あっという間の2時間でした。早かった。黒猫、あ、猫も結構かわいいって言っていただけて嬉しかったです。うららちゃんがピンクで私が白の猫をしました。2人で楽しかった。黒っぽいって言われ黒猫をしてってなんか前言われてたので早速できてよかったです。前にしよう。速攻保存した。ありがとうございます。ん、なんか止まった。大丈夫か。今からめんちゃんこ食べる。え、めんちゃんこ私めっちゃ大好き。ちゃんぽん、ちゃんぽん、めんちゃんこ、なんでしたっけ。ちゃんぽんに麺が入ってる、違う、めんちゃんこ鍋、ちゃんこ鍋に麺が入ってるやつか。私あれ大好きです。野菜もいっぱい食べれるしめっちゃ美味しい。醤油とかいろいろありますよね確か。めんちゃんこって福岡だけかな、どうやろう、福岡の食べ物かな。福岡には結構天神とか何店舗もあるお店なんですよ、めんちゃんこっていうお店。福岡だけなのか。福岡に来た時は皆さん食べてみてください。うん、ハートケロッピーありがとうございます。シナモン、シナモン、うん、クロミちゃんだ、かわいい、ありがとうございます。リチャキの取扱説明書が欲しいと思った最近の自分。リチャキの取扱説明書、リチャキはかわいい本当に何をしてもかわいいんですリチャキって。取扱説明書難しい。でもグミとかお菓子が好きそうだからお菓子を与えると喜びそう。私の取扱説明書、私はとりあえずナシカモモを与えておくと元気が出ます次の配信何時からやって、次の配信は11時10分だったっけな、あ、20分、11時20分です。だって一番必要なのはイクノちゃんの取説。イクノちゃん本当に可愛い。イクノちゃんはいくのちゃんは慣れてくるといっぱい喋ってくれます緊張しやすいタイプなので慣れてくるといっぱい話してくれるので慣れましょう慣れてくれるように頑張りましょうっていうのが取扱説明書ですかね。
かわいいよね、本当に。めっちゃかわいい。あと、いくのちゃんはいっぱいお菓子をくれるので、お返しのお菓子を準備しておきましょう。本当にいつももらってばっかりで申し訳ないです。いっぱいくれます、お菓子。ツッタン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 。くのちゃんかわいいよね、本当にいい子なんですよ。くのちゃんの巣を引き出せたオタクは勇者だね。確かに。くのちゃん、でも私も最初はあんまり喋れなかったかも、ほんと最初の頃。可愛いかと思い出した、最初一番最初に話しかけてくれたことを思い出した。なんか合宿の時に話しかけてくれたんです、くのちゃんが。でもその時はまだその緊張してたから、多分ショールームみたいな感じであんまり笑顔を見たことはなかったけど、徐々に話していくうちにたくさん笑って話してくれるようになってからどんどん慣れていきました。そう、いくのちゃんめっちゃ可愛い、笑ったら もっと可愛いんですよ。いくのちゃんの笑顔をみんなにプレゼントしたいです。いくのちゃんは淵上麻衣さんに弱いんだような、楽屋で会うとかくれんぼ状態になるね。そうですよ、私の後ろに隠れるから。本当に可愛い、話したらって言うけど緊張して恥ずかしがって私の後ろに隠れます。それも可愛い。いくのちゃんって無言、配信無言なのになぜか見続けちゃう。私も 見たかった、あのオンラインで、オンラインというかなんか録画されているのをツイッターで回ってきてみたんですけど、本物を見たかった。いくのちゃんめっちゃ可愛いんですよ。今度はコラボしようねって話してたので、いつかコラボできたらいいなと思います。ハートありがとうございます。今日お話し会ありがとうございました。また熊本から行きます。もう熊本から来てくださってありがとうございました。福岡ではなんか美味しいものでも食べれましたか？うん、ポムポムプリンありがとうございます。バラありがとうございます。コラボ配信したい。初めて今日うららちゃんとコラボ配信したけど新鮮ですね。なんかメンバーとの、なんかメンバーと話してる、みんなと話してるみたいで新鮮でした、すごく。ねえ、ゆいなちゃんのやつ配信少しだけ見れて、少しだけ見たんですけど可愛すぎて、なんか愛しかったです、すごい。なんか弟とお菓子作ってたので、確かでもお菓子作るみたいな書いてあったからクッキーとかそういうのを作るのかなと思ったら、なんかあのお菓子のなんて言うんだろう、お菓子ハンバーグとかなんかお寿司とか作る系のお菓子の作るのだったので、なんかわいいと思って、マジでかわいかった。あ、そう、知恵菓子、そうそう、そんな感じのやつです。めっちゃかわいかった。
お弁当何食べた？お弁当食べてないです。今日はラーメン配信があるからお弁当は食べなかった。でもケーキは食べた。ケーキとチョコ。待って、チーク菓子？え、私なんて言ったっけ。ホットケーキ作れるから、ホットケーキ作れますよ。チョコレートショップのケーキ食べました。あの四角いやつ、チョコレートショップに行ったらいつも四角いケーキがあって、結構食べたいなと思ってて気になってたからめっちゃ嬉しかったです。何味のケーキ？栗とチョコでした。期間限定だったみたいで、期間限定に弱いのでそれをいただきました。もがみちゃんは同い年の先輩メンバーとよく話す？あ、話します。結構アイチーさんとかクリナさんとか結構話します。お、サインありがとうございます。やったー、3、ありがとうございます。3位になれた、イエイ。ありがとうございます、皆さんの応援のおかげで3位になりました。拍手の仕方、独特って言われる拍手の仕方、過去私の拍手の仕方。アイチーさんは同い年です。今噛みそうになった。今わーん、やったー。これをキープできるようにいっぱい配信頑張ります。うん、ありがとうございます。拍手。お、ミラーボールありがとうございます。ラーメンがもうないので何かないか探してるけど何もない。ありがとうございます。ミラーボールこれになる。ミラーボールありがとうございます。くしゃみが出そう。あー、出らんかった。ありがとうございます。ミラーボール、お菓子ね、お菓子今ねこれがあるんだ。これがお家にあったのでさっき1枚食べて、これは後で食べようと思って置いてたのがある。イエーイいつもさ、何かしらある、ご飯あげる、ご飯ある。もぐもぐ配信が多いですねって今日言われました本当にそれなと思う。ほとんどもぐもぐしてますもんね、いつもお菓子いっぱい食べたり。ミラーボールがすごい続いてる。イエーイ、ありがとうございます。これでこの瞬間カラオケとかできるんかな、したらめっちゃ良さそう。イエイ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 、ありがとうございます。芋けんぴはまだ、あ、芋けんぴはもう食べた気がします。全部幕張ライブの内容を見た時一番に思ったことは、え、素直に、え、楽しそうって思いました。もうみんなに早く言いたいぐらい盛りだくさんになので本当に言いたい、今すぐ言いたいぐらいの盛りだくさんなセトリなので言いたいけど我慢するので、ぜひ会場に来てみてください。楽しみ、本当に楽しみ。なんか修学旅行みたいな気分になってそう。みんな初めて、6期生はみんなで行くのが初めてだから、みんな修学旅行みたいになりそう。ありがとうございます。ミラーボールなってる。
キラキラー我慢が一番体に悪いって知ってる悪いけどさすがにこればっかしは言えないので、本当に会場に遊びに来てみてくださいって思います。本当に楽しみ。なんか最近その瀬戸利の曲ばっかり聴いてるから口ずさんじゃって危ない。ねえ待って、伸びた、ありがとうございます。ミラーボールすごい。カラオケでも歌いたいです。歌えるんかな、やってみる。このミラーボールの中で歌いたい。なんかある曲が少ないから、急げ、何しよう、何する、急げ、やばい、待って、絡まった絡まった。何しようかな、目に入ったものを歌いますね。ウインクは3回にしようかな。ウインクは3回。ちょっと待って、絡まっとる、待って、やばい、終わっちゃう終わっちゃう最悪最悪、急げ急いで、自分急げ急げ急げ、普通に結んでたのに。ちょっと待ってちょっとこのイヤホン問題児だ。あ、できた、まだ続いてた、まだ続いてた、よかった。
声が全然出なかったわありがとうございます。ミラーボールの中で歌えて嬉しかったです。ありがとうございました。目と目がウィンクは3回めっちゃ可愛いよね。夏のスペシャルライブでユイナがセンターで踊ってたの皆さん見ました？めっちゃ可愛かった。行くぞーが可愛かったの思い出しました。めっちゃみなさんいっぱいありがとうございます。ミラーボールありがとうございます。ケロッピーだー、ケロッピー、ハートもありがとうございます。イエイ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 。1,2,3 1,2,3 うわ、ミラーボールが続くのでもう一曲でも歌おうかな。ありがとうございます。イエイ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 。時間が迫ってるので1番だけ歌おうかな。何かって君どこはね、昨日歌ったんですよ。実は昨日歌っちゃったので、1番だけ歌おうかな。何にしよう。初恋バタフライ、早送りカレンダー、早送りカレンダーにする。青空を忘れ
よ。君が好きだ、もう大好きだ、もうこの気持ち伝えたい。季節前に首いだけなんだ、僕の負け早送りされんだ。あれ、プチって切れてしまった。イエーイ、ありがとうございました。2曲も歌えるなんて。早送りカレンダー、早送りカレンダーも好きなんですよね。切り方がイエーイ、ありがとうございます。いっぱいミラーボールありがとうございました。イエーイ。そろそろ時間も来るので、壇上に上がってくれた方のランキングを読んでいきたいと思います。13位中村拓さん、ありがとうございます。12位水木さん、ありがとうございます。11位ヨッシーさん、ありがとうございます。10位東石さん、ありがとうございます。9位銀一のけんさん、ありがとうございます。8位チャーハンおさん、ありがとうございます。7位みのりさん、ありがとうございます。6位ようちゃんさん、ありがとうございます。5位けんおじさん、ありがとうございます。4位黄色いぞうさん、ありがとうございます。3位ゆぼろさん、ありがとうございます。2位ゆずごしょうさん、ありがとうございます。1位せぼろさん、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。たくさんのコメント、星、ギフトありがとうございました。次は11時20分かな、11時20分からになりますので、ぜひ起きてる方は遊びに来てみてください。ありがとうございました。また11時に会いましょう。11時20分、ちょっと長く空いちゃうんですけど、起きてる方はまた見に来てください。またいっぱいありがとうございました。2、1、ミラーボールありがとうございました。楽しかった。また11時20分に会いましょう。ありがとうございます。起きてる方は遊びに来てください。ありがとうございました。また後で会いましょう。バイバイ。